有楽町西部があった時代の有楽町マリオン。有楽町センタービルは、有楽町駅、銀座駅にほど近い東京都千代田区有楽町2丁目に、所在する複合商業施設である。有楽町駅前再開発事業により建設された。愛称は、有楽町マリオン。有楽町マリオンのシンボルとして、月屋橋川ファサードに設置されているカラクリ時計。 マリオン・クロックについても、本校で記述する。かつて、この敷地には、南町奉行所があったとされる。旧、朝日新聞東京本社。旧、日本劇場。旧、丸の内ピカデリーがあったため、朝日新聞社、東方小畜が、所有権を持っていた。三社が、共同出資して設立した、有楽町センタービル管理株式会社が管理している。 愛称のマリオンは、英語で建築用語の砲立てを意味し、ガラス窓を縦に仕切る建具を指す。巨大なガラス建築を縦に二分割した構造から名付けられた。当初の計画では、西部百貨店が全館を借り、堤誠事が悲願としていた東京都心でのフルライン都市型百貨店を展開する予定だったが、阪急東宝グループの一員で、スキア橋阪急を出店していた。 阪急百貨店が対抗して出店を決めたため、百貨店2館が並存してテナントになるという形となった。そうして1984年10月6日、有楽町西部と有楽町阪急を各店舗として、有楽町マリオンがオープンした。しかし、バブル景気の崩壊後には、セゾングループ解体を経て株式会社、ソゴー西部へ移行した。 翌年の2010年12月25日に、有楽町西部が閉店。区画所有者である、朝日新聞と小畜の先行を経て、跡地に、JR 東日本系のファッションビル、ルミネ有楽町が2011年10月28日に、開業した。ルミネとしては、初の駅ビル以外への出店となる。また、ルミネ開業に合わせて、有楽町半球もリニューアルされ、 大人の男性を対象とした、阪急メンズ東京として2011年10月15日にオープンした。なお、1984年に公開された、特撮映画、ゴジラでは、ゴジラに壁面を破壊されるシーンで、有楽町マリオンが登場している。開館当初は、映画館も入居しており、東方シネマズ日劇、丸の内ピカデリー。 丸の内ルーブルの3サイト全7スクリーン、そのいずれもが横幅13メートル以上のスクリーンと450以上の客席を有する、ロード商館であった。合計の座席数は4534席に及び、同一施設内に入居する、映画館の総座席数としては、開館から約34年にわたり、日本最多を誇っていた。 東京メトロの駅案内版などでは総称として、マリオン映画街という故障が使われており、一部の旅行案内ウェブサイトでは、プレミアムシネコンという表現も用いられていた。しかしながら、2014年に丸の内ルーブル、2018年2月4日に、東方シネマズ日劇が閉館し、日本一の座席数の座は、東方シネマズ日比谷に譲ることとなった。 以降は既存の有楽町アサヒホールのほか、ルーブル跡のスタジオアルタオルタナティブシアター、日劇跡のヒューリックホール東京及び、コニカミノルタプラネタリア東京、丸の内ピカデリーに新設されたドルビーシネマ館、丸の内ピカデリードルビーシネマを含む、5施設約4000席からなるエンターテインメントゾーンとして、順次刷新されている。有楽町マリオン、有楽町駅側ファサード、 30周年デコレーション施設壁面の設備としてマリオンクロックと名付けられたカラクリ時計が設置されている。これは1984年10月の開業に合わせてスキア橋側のファサード中央部に設置されたもので時計の下はハッピーな待ち合わせの場の異名を持つ。左右に並ぶ映画館や朝日ホールのポスターとともに40年近くにわたり マリオン周辺の顔となっている。設計の村工芸者制作、服ッ製工成功制作費、8000万円当地の時計が人気となったことで、国内における設備型からくり時計の普及が一気に広まったとされる。これもあって、同様のからくり時計は1988年末までに国内で100カ所近くの設置に至った。中でも多くの店舗に時計を設けた。 百貨店総合 GMS ジャスコをはじめ地域の商店街や金融機関は客寄せやイメージアップを目的に逆に自治体は街の顔として公共施設に設置する事例が相次いだという。有楽町から始まったからくり時計ブームは80年代後半に入っても続き1987年11月には 一般家庭用の小型からくり時計をシチズンが量産するなど、国内の時計産業にも影響を与えた。1988年当時、一般的な携帯の掛け時計は月に1000個が行き渡っていたところ、家庭用からくり時計に限っては倍以上の月にから4000個ほどが流通していたという。午前10時から午後10時までの12時間、毎正時に、 直径2.6メートルの時計盤が上昇して、約4分半弱の間からくり演出を行う。装置は圧縮空気を用いて動かしている。人形の身長は、約50センチメートル。2014年10月、開業30周年の記念企画として、演出音楽を松谷由美のアニバーサリーに差し替えたほか、記念イベントも開かれている。ありがとうございます。